はい、こちらなんですけどね、ヤフーオークションで競り落とした仮面ライダーのね、フットワソールの詰め合わせみたいなものを買いました。こちらをね、開封していきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。これね、ものすごい大量でね、安いお値段なんで、もうね、あれ、ちょっと待ってね。紙袋の中に入って、まあ仕方がないんですけどね。うん。お値段がお値段なんで、ほんで僕がね、わざと送料の安いやつを選んだんですよ。で、こういう状態の、こう福袋に、福袋じゃなくて、こういう紙に入ってるんですけどね。これを、もうちょっと違うね、送料本の方を選んだら、段ボールの方に入ってたりね、もっとこうパッキンとかこう、いろんなことをされてたんですけど、まあ、これはね、この、オークションね、出品者がいい加減だとか、そういうわけじゃないんですよ。あくまで、安いお値段はこういう風になりますよっていうのをね、書いていたので、それをね、私が理解した上で買ったので、こちらの方なんですよね。ちょっと待ってくださいね。ものすごい量なんですよ。こちらの方ね、紹介していきたいと思います。こちらがね、アナザーギトですね。でもね、こちらの方はね、もちろんね、大量に入ってるため、ダブリっていうのは書いていましたんで、それはね、僕も理解して買いましたんで、ゾルダですね。で、これがエクゼイド。これが響さんですね。で、これが V3。で、これが、スナイプさんですね。はい。ちなみにね、これ競り落とした額が100円なんですよ。もうありえないような額ですね。ちょっと待ってくださいね。あ、そうですね。ごめんなさい、ごめんなさい。はい。こちらと、ちょっと待ってくださいね。こちらね、以前なんか、ちょっとだけ少量をね、もう2ヶ月前ぐらいかな、紹介させていただいたんですけどね。あ、思い出しました。10キロの、福袋じゃないですね。10キロのトレーディングカードの詰め合わせの中に、まあ、いろんなものが入ってるっていう感じでね。このフットバソールも、80枚ぐらい入ってたんですかね。で、その時にね、僕は仮面ライダーが好きなんで、つながり的なものを感じてね、買っていこうかな。あ、もうこれダブってますね。うん。これ響さんもダブってんのかな？このフットバソールのね、このシールのこれがいいんですよ。ほんで、シークレットはね、確かにこれ剥がせるんですよね。わあ、これいいですね。このシールのこのキラキラの表現ね。ゲーム。ブレイブ。またさっきとは違うブレイブですね。X ですね。で、こちらが、ゾルダ。ちょっと待ってくださいね。こちらの方と、あ、これ。これはしまいちゃう。うん。こちらがね、スナイプさん。また違うスナイプさんですかね。あ、これアナザーギドですね。もうあるあるですね。あ、カイザ。僕ね、ファイザ大好きなんですよ。カイザかっこいいですよね。ごめんなさい、カイザじゃなくてサイがね。はい、ごめんなさい、言い間違えました。これがディエンド。レーザーですね。
ゲーム。さっきのゲームとまた違うんですよね。スナイプ。X ですね。この X さんは確かに今、ダブってたんじゃないかな。この、あ、色で分けましょうか。ほんならわかりやすいと思うんですよね。ちょっと待ってね。もうでもね、だいぶこの、こうかな。そうですね、これがお色で、スナイプさん、ウズイド。そうですね、あのまたやっぱ違う絵柄でしたね。これと、これね、重ねにくいんですよね。あの、この、多分ね、今のところも、この緑のいきなりのあるあるがね、この、アナザーギドさんですね。もうこれ3枚、もうすでに3枚出たんちゃうかな。ほら、1、2。ほらね、あ、3枚。これ結構いろんな人のね、動画を見るんですけど、みんなこう言ってますね。これあの、重ねにくいってね。これね、こういう感じでこう。まあ、またちょっと待っていてね。この紫のゾルダさんと、ゲームさんですね。うん。これがね、黄色色の方で、そうですね。今んとここれと、これね、あの、またまたなんですけどね、だいぶ安いお値段で競り落とさせてもらって、ね、なんか悪いなと思ってるんですけど、こちらね、メテオ。なんかいいやつがあったら教えてくださいね。このダブル、ダブルかっこいいですね。他の人のね、この、なんていうんですかね、フットバソールのね、この、こういう大量のやつの動画僕よく見るんですけど、これも響き関係のやつ、いぶきですね。やっぱね、こう、一枚一枚見るときにね、あの、ポロ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 してますね。これ、ドライブですね。これが、タイプテクニックですね。うん。でもね、この絵柄がまたかっこいいんですよね。で、こっちが、ごめんなさいね。あ、アマゾンミューオメガですね。こちら。アマゾンズですね。こちらと、ダブルさん、かっこいいですよね。今日もね、僕はあの、フィギュアショップ行ったら、未だにね、あの、ダブルは人気ありますね。これ、ゴーストですね。あ、これかっこいいですね。X。さっきの X とまだ違いますね。綺麗だ。こちら、メテオさんね。あ、これもいきなりダブってますね。これ、ダブルさんですね。見てください。これ、だいぶね、ほら、綺麗でしょ。だいぶこれね、作るのにお金かかってると思いますよ。まあ、それはまとめて作ってるんであれなんですけどね。こういうシールって結構ね、お金かかっちゃうんですよ。はい。こちらでね、一回ちょっと動画の方を切らせていただきますんで、またね、私の内容がいいと思う方、ぜひチャンネル登録とコメントの方ね、よろしくお願いいたします。